ペンネーム綺麗な心になりたい50代の女性から届いた相談です大愚和尚様いつも一問一答を聞いて和尚様の姿を拝見し心の支えにしていますありがとうございます私は53歳のパート主婦で現在夫と二人暮らしです最愛の一人息子はびが鷹を産むと言ってもいいぐらい穏やかないい青年に育ってくれたと思います 親バカで自慢のようでごめんなさい。人前では言わないようにしていますが。息子は26歳、一人暮らしをしていて、親離れ、子離れもできていると思います。男の子なのであまり話しませんが、親子関係は良好だと思います。こんな中、大和尚様にぜひとも聞いていただきたいことがあります。嫁と姑についてです。これから息子が結婚をしてお嫁さんができたら、 どのように接したら良いのか考えれば考えるほど分からない今日この頃なのです。もちろん今は息子のお嫁さんのことは可愛がろう、意地悪なんてしない、嫌みも言わない、いつも笑顔で接しよう。私が姑にされて嫌だったことはするまいと。まだお嫁さんがいるわけでもないのにそう考えています。しかしとても怖いのです。自分の心が変わるかもしれないのが。 なぜなら、私の母も溺愛していた私の弟が結婚する前は、弟のお嫁さんが来たらきっと可愛くて仕方がない。何でも買ってあげる。などと言い、実際、結婚してすぐにマンションを買ってあげていました。ところが、月日が経つにつれて、弟が尻に敷かれている。デブ、だらしない。家に一度も呼んでくれない。 手土産も買ってこない、などなど悪口どころか憎しみさえ抱くようになってしまいました。周りの友人も嫁の立場では、姑が原因で離婚したり、うつ病になったり、会えば悪口ばかり、また姑の立場になった人はいろいろと悪口を言いながら嫌われないようにしなきゃと我慢したり、諦めている様子です。私自身も結婚前は、姑のことは優しく大好きで一緒に出かけたりしていましたが、 今は顔も見たくないぐらい大嫌いです。姑も私を嫌っていると思います。私が夫に重い荷物を持たせたとか、子供に勉強を教えたのは夫で私は何もしていないと親族の前で言ったり、小さな積み重ねです。姑が原因の夫婦喧嘩も多々あります。ちなみに夫は言葉と精神的 DV でそのことでも姑を恨むようになってしまいました。 私は、姑を反面教師にして、優しい姑になりたい。でも、最愛の息子に、例えば、もしお嫁さんが文句を言ったり、威張っていたら憎んでしまうのかなど、不安で怖くなるのです。また、大お嬢様の話によく出てくる、因果応報にも怯えています。私が姑を嫌うように嫌われるのか、姑とは、 存在自体がストレスというのも聞いたことがあります。太イ和尚様に出会うことができて優しくなろう、姑に対しても優しくなろうと心の中では思うのに気持ちがついていけません。姑といると自分のことも大嫌いになるのです。こんな自分のままで急に姑の立場になったら恐ろしいです。まだ結婚が決まったわけでもないのにおかしいかもしれませんが、太イ和尚様の話を聞けることを心から お待ちしております。お忙しい中、最後まで読んでいただきありがとうございます。どうぞお体を大切に、これからもたくさんの人たちの支えになってください。過去にも何度か一問一答で話したことがある話の中に、古代インド人の人生に関する捉え方、人生のステージというものを話したことがあります。 古代のインド人は人生を四つの時期に分けていました。一つは学生期。これは、20代、そうですね、二十今で言えば24歳、5歳ぐらいまでの学生として、自分で自立をして、将来、自分の足で立って生きていくための学びを、 していくという時期。これが学生期です。その次が過重期。過重期というのは、家に住むと書く、その文字通り、結婚して、子供を育てる、そして、まあ、働いて財をなすとかね、そういう時期。そしてその次に臨終期というのがきます。これは五重を すぎて、70歳とか75歳ぐらいまでの間かもしれません。子育てが一段落して、そして、ま、自分でもある程度働いてね、そして、少しこう、貯金も貯めたりしながら、自分の余生について、少しずつ自分の身辺整理をして、自分の余生子供を育てた後、そしてある程度自分で仕事を収めた後、 この余生をどう過ごしていくかということを自分にまた向き合っていくという。第二の人生の始まりと言ってもいいのかもしれません。臨終期。林に住む時期。家を離れて、家族を離れて、林に住む時期と書きます。そして最後が遊行期です。遊行期というのは70歳、75歳ぐらいからとも言えるかもしれませんけれども。この時期は、もう最後ね、いずれ自分が諸行無常の 断りに従って死んでいくわけですから、そこに向けて残された自分の人生をですね、自分の心を整えながら、見つめながら、最後ね、死を迎えていくまでの間を、こう何にもとらわれずに、いろいろな背負ってきたものを離れて、遊行していくというのがこの遊行期です。 今、綺麗な心になりたいさんは、53歳。この古代のインド人の人生のステージの中から言うと、フェーズの中から言うと、臨終期に当たります。家を離れて、そして、この過重期でね、家族のためとか社会のためとかってって働いた人も、この臨終期に入ると、その、 家での役割というのも終えるわけですね。そして新たなステージを迎えるわけです。で、この古代のインド人というのは、もうお仕事、もうそうです。この時期には離れて、そして家族とも離別してですね、林の中で修行に入って瞑想したりしたわけですね。現代の社会の中では50代と言ったらまだまだ若い。だけれども、綺麗な心になりたいさんは、 もうお子さんが26歳。自分でもおっしゃってる、とても穏やかな、いい子に育ったっていうね。自慢の息子さん、そんなに立派に育ったわけですね。ですから、そういう意味では母としての役割というのも一段落したと思うんですね。子供が自立し、自分も いずれ何らかの形、こう定年を迎えた後、どう生きていくのかっていうことを、これから考えていく。こういうフェーズに入られたわけです。さて、綺麗になりたい、綺麗な心になりたいさんの問題は何かというと、まず一つは、息子さんが結婚しておられるわけではまだないわけですね。 だけれども、息子さんが結婚なさった後、お嫁さんの心配をしている。お嫁さんとの関係の心配をしている。で、これは何を意味するかというと、決してお嫁さんとの関係を心配しているわけじゃないんです。この大好きな自慢の息子さん、この息子さんのお嫁さんの話をきっかけにして息子のことを心配してたりするんですね。 つまり、親離れも子離れもできてると思いますと言いながら、これ、綺麗な心になりたいさんは、子離れが完全にできていないっていう状況なんですよ。だから、まだ結婚もしていない息子さんのお嫁さんとの自分の付き合いの関係というのを気にして、そして、いろいろと妄想をなさってる。 これが妄想です。綺麗な心になりたいさん、せっかくこの一問一答をご覧になっているんであれば、処方箋です。息子さんは、ちゃんと自立をしたんであれば、自分の育ててもらったご両親、大好きなお母さんよりも、大事に思う人ができて、その人と家庭を作っていくということが健全だ。 この自立なんですねお姑さんが間に入ることによって息子との距離が遠くなってしまうんじゃないかということをどこかで心配している自分もそうだったと思いますけれどもそんなことで何らかの形で自分もまた最愛の息子から疎まれる悪口を言われるという そういう姑になってしまわないかということが今から心配なわけですよ。お嫁ちゃんからいろんなこと言われるというのはまだいい。けれども、息子までが自分のことを嫌うようになったら嫌だ。どこかでそのような思いがあって、まだ結婚もしていない息子さんとお嫁さんとの関係について、 いろいろと妄想しておられる。さて、綺麗な頃になりたいさんの問題ね、先ほど言いました。なぜこのような問題が起きてくるか。子供を育てて、子供が自立した、その時に、 どこかにそれでもまだ自分の子供から親が離れない。まだ子供にすがろうとしがみつこうとしている。子供はもう自立して生きていきたいと思っているのに、まだ子供に、自分もね、心がなかなかこれを離れていくにいかない。それが親です。これがまっとうな親です。だけれども、だからこそ、 この古代のインド人の生き方っていうものをぜひ自分の生き方に当てはめていってほしいと思うんです。綺麗な心になりたいさんはもう50超えました。まだまだ若い。ね、社会の中で今50代って言ったらまだまだ若い。まだまだ現役。若くて綺麗なおばあちゃんってなりたい。子供にまたお孫ができたら バーバーというかわいいバーバーになりたい好かれるバーバーになりたいでもお嫁ちゃんが私を遠ざけるかもしれないまあいろんな妄想が入ってきますさてはっきり言いますこういうおばあちゃんは確実に疎まれますさてだからねだからインド人の古代インド人の知恵をぜひ意識してほしいんです 息子さん、立派な息子さん、素晴らしい息子さん、優しい息子さんだと思います。けれども、当然、お嫁さんができれば、お嫁さんとの関係というのを大事にしていきます。お嫁さんに好かれるかどうかは分かりません。けれども、確実に、鬱陶しいのは嫌われます。マンションなんか買って与えたら、それはお金だけは必要です。だから、お金を出してもらえる場面では、極めて、従順に、 礼儀正しくお姑さんに接してくれると思いますけどもそうでなければ疎まれていくそう悲しいですけどもそれが現実ですだから臨終期なんですよ自分の役割は終わりましたとあとはもうあなたたちは自立したんだから自分たちで頑張って くださいと言って、息子さんたちの方を向かないことです。今ね、YouTube もあるし、インターネットもあるし、子供たちだって困ったことがあれば自分でググりますよ。ね、だけども、どうしても、これはお母さんに聞かなければわからない、お父さんに聞かなければわからないって言った時には、親を頼りにすることがまだまだあると思います。また、 お金がなくなったって言ったら、お父さんお母さんを頼りに来ることがあるかもしれません。けれども、それだけ優秀な息子さんであれば、きっとね、そんなことはないと思います。で、子供がもう自立して、親離れ、子離れしましたって言っておきながら、親の方が子離れできないがためにずーっと、ああ、子離れしましたって言いながら、ずーっと息子、息子、息子、お嫁さん、お嫁さんってやるんですよ。なんでやるか、暇だからです。 暇だからです。53歳、まだまだ体力も気力も持て余していますよね。でも、古代インド人の知恵に倣って、ぜひ、臨時重期に自分で移行していただきたいんです。まだ、53歳、まだまだ体力も気力も、それから人生のこれまでの経験というものが充実して、社会に対して、何かね、 貢献できるっていうことがたくさんあると思うんです。仕事を通じてでも。ぜひ、お嫁さんのとの関係という妄想に押してですね、しなくてもいい心配をしている、そんなことに心を煩わせている暇があったら、子育てが終わった、ある意味自由になったこの要請に、 ご主人と二人でもいい、自分でもいい、なんか自分たちのやりたいこととか、それからまだできることを精一杯やってください。息子さんがもし結婚なさって、たまにお嫁さん連れてきた時もね、ああ来たのって、ごめんね、忙しいわって言うぐらい、ご自分の余生を充実させていただきたいんですね。これをどうしてる、どうしてるどうしてるって理由をつけては、 ちょこ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 口出して、ちょこ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 気にしてて、で、嫌われないように、嫌われないように。これは健全な関係だと思いません。お父さんお母さんたちなんか、僕らのことなんかそっちのけで自分たちの人生を、余生を充実させて、<え>なんかもう、やっちゃってんだけどっていうぐらい。それぐらいの、あり方をしてほしいんですね。どっかで寂しいな、 どこかで、なんか、っていう、自分たちの人生の目標がなくなっちゃってるんですよ。孫なんか連れてきた時にはね、もうなんか孫なんか連れて,きてこっちが疲れるわ、ぐらいのつもりで。で、預かってあげるんですよ。でも、それをですね、もう早く来い、早く来い、孫よ、早く来いって、息子よ、早く帰って来いって。ああ、大好きなんでしょうね。そう、そこにお嫁ちゃんが来ることは、邪魔で仕方がないんですよ。 これが母親の本音です。さて、綺麗な心になりたいさん。息子が離れていくというのは寂しいことですよ。だけれども、なんで寂しいか。自分が自分の人生を今充実して生きていないからです。53歳。まだまだ、まだまだ、これからだと思うんですね。 ぜひ、ご自分のこれまでの経験を、それだけ立派に息子さんを育て上げたわけですから、ね。トびが鷹を生むって言いますけど、桃が柿を生むことはないんですね。きっと、心優しき、そして賢き、女性だと思います。 母だと思います。ぜひ、そんな形でね、息子さんが立派に育たれたんであれば、そんな息子に今度恥じないようにね、お父さんお母さんの後ろ姿まだまだ見せつけてやってください。できることいっぱいあると思うんですよ。やりたいこともあると思うんです。そんなことを見つけて、おじいちゃんおばあちゃんたち、お父さんお母さんたちが、 生き生き生きてるって。将来、お孫さんが生まれた時はね、そんなおじいちゃんおばあちゃんたちに合わせたいと思うわけじゃないですか。若い人たちは当然ね、お父さんお母さんたちがしてみれば、足りないところも甘いところもいっぱいあると思いますよ。だけどね、確実に言えることは若い人っていうのは、いいものはいいっていう感性があるんですよ。ね。 おじいちゃんおばあちゃんたちに会わせたいって。そんな生き生きとしたお父さんお母さんで言ってほしいし、おじいちゃんおばあちゃんで言ってほしいんですよ。うちの嫁をうちの親に会わせたいっていう、そういうお父さんお母さんで言ってほしいんですよね。それが、ぐち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 文句ばっかり言ってて、なんか、やることないのかよって。頼むから自分のことでやってくれよっていうぐらい、どうしてる愛してるって。ちゃんとやってるか、ちゃんとやってるに決まってますから。 本当に困った時は来ますから、向こうから。それをこっちから、うーって言いながら。離れて住んではいるけど、家政婦が見たみたいな状態で常に気にしてたら、そりゃうっとうしいですよ。そりゃ嫌ですよ。ですからね、ぜひ、いろいろと、もうほったらかしておけば、勝手にトラブルを起こして、勝手にいろんなことに行き詰まって、 これはどうしてもお父さんお母さん、これどうしたらいいこういう時はって言って、息子さんたちが泣きついてくることがあるかもしれません。そんな時は相談になってあげればいいし、ああ、陽気だなってやってやればいい。でもそれ以上、いやいやいや、こっちからやらないこと。まだ息子さんが結婚してないのに、こんな心配をする相当私も綺麗な心になりたいさんが心配です。ぜひ、自分たちの 余生を臨終期に入ったと思って、充実させることを考えてください。息子さんとかお嫁さんの心配をする前に、自分たちがこれからどう生きていくかということを心配してください。そっちの方がよっぽど大事です。そして、そういう臨終期に入っておられる人たち、こんな人たちが魅力的なお父さん、お母さんであり、お姑さんだったり、ばあちゃんだったりするんですね。ということで、ぜひ、 綺麗な心になりたいさん、えー、臨終期の過ごし方、ということを自分で見据えて、そして生きてみてください。結果として、お嫁さんに慕われるようなお母さんになれると思います。